こんにちは、沖縄スター矢野裕貴です。今日も選手の紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。高木選手、はい、今回の密着は、はい、高木直人選手に決まりました。はい、ありがとうございます。唐沢選手とは同期ですね。はい、同期です。もうずっともです。にくいっす。それはないっす。ずっともです。高木選手、はい、あの視聴者の皆さんからすごいたくさんコメントいただいてて、はい、なんで坊主じゃなくなったんですかって、はい、あのすいません、ちょっとあの今ちょっと坊主の画像を出してもらいます。はいはいはい。秋選手、この坊主の画像と比べてちょっと今、はい、髪伸びてますけど、はい、どうされたんですか。あれですね、ちょっと沖縄は、はい、ちょっと内地と比べて、はい、紫外線が強すぎて、はい、ちょっと日焼けが、はい、ちょっとひどいんで、はい、これはちょっとサッカーに支障出るなと思ってやりました。頭皮の日焼けですか。そうですよ、頭皮の日焼けです。そんなに紫外線強いんですね。全然違いますね。じゃあ沖縄 SV でプレーするにあたって坊主はもう結構 NG の髪型っていうことですか。全然 NG じゃないです。全然 NG じゃないです。 NG ではない、はい、俺は合わなかったっていうだけです。はい、で坊主にしてもいい選手もいるってことですね。はい、全然います。赤木選手今何やってるんですか。今ちょっと練習前に、はい、筋肉をほぐしています。これはいつも。はい、いつもやってます。なるほどなるほど、はい、他になんか練習前に必ずやることとかあるんですか。練習前はそれぐらいですね。朝は何食べるとか決まってたりします。朝はパン食べてます。パンとコーヒーを食べています。はい、唐沢選手、はい、唐沢選手から見て赤木選手どんな人ですか。人柄を教えてください。人柄は、常に周りを見てニコニコしてて、とてもいい人です。あ、確かにいつもニコニコしてるイメージはありますね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日もそのニコニコで一日頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。これ日課ですか。どんぐらい。大体20分ぐらいですよ。20分ぐらいします。高木選手もうこれ大学の頃からですか。そうですね、基本的にずっとやってます。じゃあ高木選手、はい、まあ、あの今シーズンの目標といっても、まあ、天皇杯だったり地域決勝になるんですけど、はい、何か抱負ありますか。そうですね、まあ、チームに貢献できるように精一杯頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ IPU の関係者に大学の後輩にそして先輩に一言バシッと決めちゃってください。はい、自分はこう沖縄で頑張ってるんで、皆さんも自分の場所で頑張ってください。よろしくお願いします。はい、選手今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。なおといつも20分ぐらいジョギングしてるよね。はい、しかもずっと一人で。あれ何考えてんの。あれですか、あれはまあいろいろですね。今日の練習のこととか振り返ったりとかですかね。誰かと走りたいなと思わないんだ。一人で結構一人でやってるんだよ、ね。はい、あんま別に一緒にやろうとかあんまり思わないですよ。じゃあぜひ今シーズン高木選手にも注目してください。今日はありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。